はい、チップシリーズ76です。いよいよ12月になりました。チップス15とチップス56が、というかまあこの15が、英語名バージョンの方で一番人気になっておりますので、多分学生が使い始めたんだと思います。そこでその改訂版が56でしたけども、今回さらに発展系を紹介したいと思います。まずマスクドの中では複素数であるということを認識させるための 1i もしくは 1j を変数名にかけると。のでリアルパートとイマジナリーパートとすると。いうんでこの1と i が縦になっているということで、複素数というふうに認識しているということを表しています。逆に言うと、X と Y は基本的に実部である必要が暗黙のうちにあるかと思います。で、この 1i というのは虚数単位であります。複素共益は演算子のここを使って、それから大きさと角度というのはこの極というのを使って入れていきます。これが極の作戦です。ということで、文字変数に複素数を入れてもいいし、もしくはそのまま書いてもいいですけども、とにかく大きさを求めたかったら、絶対値とか、アブス、それから角度を求めたかったら、アーグというのを使います。それから実部と虚部の求め方と。それから逆に、この A、複素数の極座標表示があったときに、実部と虚部を求める方法が、まあ、この式になるかと思います。ということで、電気回路でよく使う三相交流の演算子の A はこういうふうになりまして、シンボリックに求めると正しい答えが、イコールで求めると、おおよその数値が返ってくるという形になっています。それから、XY プロットに複素数を使って、X 座標と Y 座標の点をプロットすることができますが、その時にこの複素数を、実部を X 座表、虚部を Y 座表にすると、点を打つことができます。当然、それを連続的に打てば、つながった点という形になります。で、その連続的に打つということを利用して、塗りつぶしの矢印を作る作戦を考えたのが、チップスの20というところで紹介した、まあ、このぐらいの長さのプログラムであります。これが、20% の矢印の幅の大きさと、で、その矢印の角度と、これパラメータとして大きさとか、長さを変えた矢印を投げて、ここでちょっと、ややごちゃごちゃとした計算をして、ここが綺麗になるように塗りつぶしております。チップスの20で紹介しました。それから指数関数との関係で回転が表せますので、あ、これ、ここからこっち行った回転があったんですけど、ちょっと消えてます。どっか僕が間違って消してしまったんだと思います。それから、XY 座標と Rθ 座標系での同じものの表現。まあ、このあたりまでを、Chips の15と56で紹介してきました。で、今回これを発展させて、これは前回も言ってましたけども、J という変数名に 1i を入れておくと、J オメガ L でリアルパートとイマジナリーパートという感じに計算できるよというチップスです。で、さらに、3次元矢印の書き方を、前回で紹介したので、このプロットの50とかチップスの70を使うと、XYZ 空間に、矢印、
しかも立体的な矢印を書くことができます。つまり、複素数では実部と虚部しかないので、XY 空間しか書けなかったんですけども、3次元にするためには、複素数以内の作戦を使う必要があるということにもなります。で、またまた、後々パズルシリーズのレッスンで出てくる予定ですけども、辺の長さが1、1、1の正四面体を半径 R の球の中に埋め込むと、球状の4点を取って、その点と点の距離が整数になるのの最小解というのが求まります。これも先ほどの 3D の矢印を使って書いてあるので、割とこうやって拡大していっても、それなりに映っておりますので、こんなグラフもマスキャドの単純なグラフをちょっと組み合わせることによってできるということであります。はい、以上です。